おはようございます。ドライトニュースの時間です。ジョバ版マインクラフトバージョン 1.19.3 のプレリリース2が登場しました。先日アップデートがあり早くも修正されました。修正内容はほんの少しです。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。まずはクリーパーの着火に関するタグが追加され、ファイヤーチャージを使って着火できるようになりました。かなり前からできなかったので着火できるようになってよかったですね。続いてミツバチがフルブロック以外で引っかかってしまう問題の修正に、ラクダに乗っている時に一部の背の低いモブが攻撃できなくなりました。ウィザスケ大きいけど当たらないんですね。続いてツールチップが更新され、誤った場所に表示される多くのバグが修正されました。キーボード操作でタブ移動するとボタンの上または下にナビゲーションが表示されるようになりました。きっちりしてた方がいいですよね。そしてプレイヤーの通報がある場合、下書きのレポートを保存していてワールドから切断しようとすると、倒れた時の画面でタイトル画面ボタンの横に手紙のアイコンが表示されるようになりました。レポート途中を破棄しないように気をつけないといけませんね。以上、 Java 版マインクラフトバージョン 1.19.3 プレリリース2の主なアップデート内容でした。プレリリースが出て次の日のアップデートなので修正内容は少なかったですね。プレリリースはちょこちょこあるので細かい修正は何度かありますね。他にも修正内容もありますが、細かいものは省きました。アップデ情報の記事は概要欄にありますので、そちらからご確認ください。それでは良い一日を。